まあ、普段の勉強の中でも自分がどこまでできてて、逆にどこからが分かってないかっていうのをまあ意識するようになって、まあ、成績が上がっていくのが実感できたかなと思います。まあ、浪人してやっぱり成績が伸びた一番の要因っていうのは、まあ、自分を分析する力、勉強のことだけではなくて生活面のこと、はいはい、精神面のことでもなんかいろいろサポートいただいて、ああそうですね、そうですね、すごく良かったです。皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。今回はですね、合格者インタビュー第2弾ということで、京都大学に合格された小倉くんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まあ、その合格のストーリーとどうしてプロレスを選んでいただいたのか等々お話をお伺いしたいと思います。そしてまあ最後にですね、今の受験生へのまあ応援とかアドバイスとか最後いただければと思うので、ぜひ皆さん最後まで見てください。浪人されてというところだと思うので、現役の時どういう状況で、浪人されてどういうふうに成績が変わって京都大学に合格したのかみたいな、その合格のストーリーみたいなのをお伺いしてもいいですか。はい、現役の時は普通の、はい、まあ、授業を受けるスタイルの予備校に行ってて、はい、成績は京大冠模試って言われる模試で、うん、まあ、偏差値50前後で、まあ、ギリギリ C 判定、もうほぼ D 判定みたいな感じ で、まあ、そのまま落ちてしまって、はい、授業っていうのはやっぱり分かりきってるところとか、うん、まあ、詳しく教えてほしいみたいな、うん、そういうところがあって、やっぱり自分は自学自習で進める方が合ってるんじゃないかなっていうことで、ちょうど広告で一緒に計画を立ててくれるスタイルのポラリスを知って、まあ、予備校に行かずにポラリスを受講して浪人しようという感じで、まあ、成績はそうですね、冠模試で偏差値はまあ悪くて60ぐらい、まあ、いい時はそうですね、いい時はもう70まで行って、ほとんど A 判定で、そのまま京都大学法学部に合格しました。はい、ということで、もうおめでとうございます。ほやほやですね。まあ、私が授業を別にされるよりかは、次どうやったらいいかっていうのを一緒に相談したりできる人が欲しいなと思って作った経緯はあるので、非常にまあマッチしたのかなと思って嬉しいなと思います。そういうふうにまあ A 判定とか取れるようになって、成績伸び出したのっていつ頃なんですか。まず3月から8月あたりは、はいはい、まあ、主に基礎固め、うん、そうですよね、もう一回やりますもんね。そうですね、固め直しをしてて、はい、それが終わっても夏の模試からぐんと伸びて、あ、よかったですね。そうです、ね、浪人生の人でもその冠模試1回目はまだ振るわずみたいな方もいるんで、で冬とかになってくるとね、現役生の人も伸びてきて、これ大丈夫かなってなる人も多いんで、ギリギリまでヒヤヒヤするというよりかは、このペースで頑張ればいけるって早々に感じれたと思うので、すごいいいなと思います。ではその、プラリスを見つけていただいた経緯は、広告でということなんですけど、コンサルティング型の塾とかって当初知ってたんですか。大体はなんか知ってた感じで。ああ、そうなんですね。じゃあ、まあ、そのスタイルが自分に合ってるなっていうので、もうそのスタイルで探してたんですかね。そうですね、もう授業を受けるというよりかはそういうスタイルで。あ、なるほどなるほど。っていう感じで、最近やっぱりその情報の価値が結構下がってきてて、素晴らしい授業みたいなのって結構皆さんも無料で配信するようになってきてて、塾のあり方っていうのは変わってきてますね。っていうので弊社もだから、3、4年前ぐらいからありますけど、コロナ禍でオンライン塾が加速したっていうのもあって、まあ、ご縁がつながったのかなと思うんですけど、他の受験コンサル系のとこじゃなくてうちを選んでもらった理由って何なんですか。広告で、はい、結構京大生の講師が多いっていうのが、はいはいはい、まあ、目にしてて、自分も京大に行くから、はい、受験の先輩的な立ち位置の方からアドバイスをいただけるということで、はい、すごくいいなというふうに思って、あ、で、なるほどなるほど、選ばせていただきました。そうかそうか、確かに代表の私が京大っていうのもあって、やっぱりね、東大を受験したくてっていうよりかは京大を受けたくてって人とか、阪大を受けたくてって人とかがやっぱり多くて、実際やっぱりまあ京大生、京大卒の講師たちがやっぱり多いので、そこもやっぱマッチしたんですかね。じゃあ実際受けてみて、まあ、今までそのだから対面の大手予備校さんみたいなところに通われてたと思うんですけど、大きくどこが違ったかっていうのを受けた視点でお話しいただければ助かります。まあそうですね、授業がないっていうのはまあ言うまでもないんですけど、はい、自分専用のチューターみたいな感じで講師がついていただいて、で、まあ、一緒に学習計画立てたりとか、はい、まあ、参考書選びをサポートしてくれたりしたんで、まあ、どうやってやっていこうかっていう不安をまあ軽減してくれたので、うんうん、それが勉強に集中できるポイントで、まあ、他の塾と違うかなという思いました。ありがとうございます、まあ、あとは専用の LINE みたいなもので、うんうんうん、普段綿密にやり取りをするから、その分講師との距離が近くて、うんうん、まあ、気軽に質問したりとか相談したりできたのも他の予備校とは違うんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、伴走型と呼ばれるようなタイプの予備校というか学習塾になるんじゃないかなと
思いますね。でその先小倉くんが言ってた一緒に立てるっていうのがすごい大事で、自分で考えたりして相談しないと自分のものとしてその学習計画を使っていけないので、やっぱり生徒さん主体で使っていただける人の方がもちろんですけど成績上がるのかなというのもあるので、学習管理型とかコンサルティング型とか検討される方は自分で考えないといけないっていうのは、あの皆さん念頭に置かれた上で、対面の塾とかだったらもっとそうなんで、そこはあの全受験生必須だと思ってもらえたらいいかなと思います。では後半に差し掛かってまいりました。まあここが一番良かったっていうポイントをズバリ一つ挙げてもらうとしたらどんなところがありますか？まあ、結構受験にとっては当たり前かもしれないですけど、はいはい、まあ、自分を分析する力がついたっていうところです。毎日のそういう専用での LINE で学習報告をしたりだとか、はい、週1回の会議の中で進捗とか理解度のアウトプットが求められるので、まあ、そういうことを繰り返していくうちに、まあ、普段の勉強の中でも自分がどこまでできてて、逆にどこからが分かってないかっていうのをまあ意識するようになって、まあ、成績が上がっていくのが実感できたかなと思います。もうめっちゃいいこと言ってもらえますねいやでも本当にあの受験で身につけていただきたい力の一つというか、自分自身の、まあ、メタ認知とも言うんですけど、能力とかスキル客観視して、じゃあ今の問題は何で、じゃあ次どうやっていこうみたいなスキルって、どんどんその学年というか年齢が上がるにつれて必須になってくるスキルだと思ってて、まあ、この経験を大学入ってからの一般教養だったり法学だったりっていうところまで応用してもらえたら、これやっててよかったなと思うんで、ぜひ頑張ってほしいなと思います。はいはい、じゃあ最後にですね、今の受験生、来年の受験生に対してこれを痛感したからこれやっといた方がいいですよみたいなのがあれば、ぜひちょっとお願いします。はい、やっぱり自分で、まあ、勉強する中で一番大事になるのは、自分を自分で分析すること、はい、がむしゃらにただただ言われたことをやるとかっていう、まあ、受動的な、はい、そういう勉強をするっていうよりは、量をこなしていく中で、まあ、弱点を自分なりに見つけ出して、で、まあ、それを潰していくっていうのを心がければ、まあ、成績は上がっていくんじゃないか、まあ、浪人してやっぱり成績が伸びた一番の要因っていうのは、まあ、自分を分析する力、そういう力を身につけて目の前の勉強に集中してやっていってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。やっぱりまあ受動的にやってても、多分それがいけるのは高校受験までかなと思いますね。範囲の広さ的にはまだ高校受験って詰め込まれても突破できる場合も多いんですけど、大学受験ってとにかく時間が足りないと、やっぱり一浪してもそんな余裕あったわけじゃないじゃないですか、全範囲を網羅するのって。なんで今年残念ながら落ちちゃって来年頑張るぞって人も、1年あるからっていうのは意外と1年なくて、大学受験って高校1年生からちゃんともずっと勉強してた人でなんとか間に合うぐらいのとこを、まあ、逆転合格狙う人は半年で1年とかでやっていくので、今あのおっしゃってもらった分析とかですね、本当に自分を見つめて分析して対策練るっていうのが大事かなと思うので、はい、もうちょうど今塾探してる人もね多いと思いますけど、そういうマインドでぜひ探してもらえたらと思います。はい、ということで小倉くんのお母様ですね、まあ、小倉様に、来ていただきましたということで、先ほどはですね、もう当事者というか受験生の本人の方にですね、受験振り返ってどうだったかとかお話しいただいたんですけど、まあ、実際その、まあ、受験に必死で頑張る息子さんをですね、まあ、そばで見ていたお母様の方にも、まあ、受験振り返っていただこうかなという動画になっております。ではですね、お母さんの方に、まあ、4点ですねお聞きしたいなと思います。まあ、どうしてパラリスを選んでいただいたのかというところと、親御様の方から見て、まあ、田塾さんとどう違うなと感じたのかというところと、あとは入塾後どういうふうに息子さんの方変わっていったのかというのと、まあ、入ってここが一番良かった、まあ、結果が出たというところだと思うんですけど、まあ、家庭のところで何か一つ挙げていただければと思っております。ではですね、一つ目はどうしてパラリスアカデミアに入ろうと思ったのかというところなんですけど、さっきその受験生のお子さん本人の方に聞いたところだと、コンサル系では探してて広告を見てっていうところだったと思うんですけど、やっぱりご家族の方で話し合いっていうのはされたんですか？大手塾ありきと思ってましたので、はい、まあ、そうですよね。で、ね、でコンサルっていう感じだったんですけど、はい、馴染みがね、馴染みがなくって、はい、主人も私もうんっていう感じは、確かに何それみたいなね、いや本当に言われるんですよなってました、ね、はい、大丈夫かなと思ったんですけども、まあ、もう本人が選んで調べてこちらをこう選んだので、はい、もうやっとしたらもうそしたらそれで行こうかということになりました、はいはいはい、で直前に、主人なんですけども、はい、入塾に
感して、はい、面談していただけて安心してお任せできる感じやなと思ったので入らせていただきました。ありがとうございます。まあそうですね、特にやっぱり親御様世代だったり私の世代の時にもオンライン塾自体がありませんから何するんですかって言われることは多いと思うんですけど、ぜひね検討材料にしていただければなと思います。ではですね、実際まあ受講されてる姿を見てとか、入塾後ですね、他の塾と具体的にどういう点が違い感じていただけましたか？大手塾でも、はい、チューターさんと呼ばれる、はい、立場の方がいらっしゃって、はい、定期的に面談とかもあるんですけれども、うんね、プラレスアカデミアさんはやっぱり週に1回、はい、がっつり何十分も面談をしていただけて、はい、いつでもこう LINE でつながって、そうですね、勉強の内容とかも教えていただけますし、はい、勉強のことだけではなくて生活面のこと、はいはい、精神面のことでもなんかいろいろサポートいただいて、そうですね、そうですね、はい、それはすごく良かったです。不安に思われる方がたまにいらっしゃるんですけど、まあ、LINE っていうのをビジネス版の LINE がございまして、まあ、トラブル防止のためにこちら側からその講師が何て送ったかとかっていうのは全て見れるようになってるので、まあ、そこはご視聴いただいている方安心いただければと思うんですけど、弊社のサービス自体がなるべく全情報をいただいて全部に口出しするみたいな感じでさせていただいてますのでそれがまあ見事嫌がられずに効果に結びついてよかったなと思っております。はい、では次3つ目ですね。入塾後、お子様の方がどういうふうに変わっていかれたのか、まあ、変化をちょっとそばで見てどう感じられたのかっていうのをね、ぜひお聞きしたいと思います。はいはい、割と入塾してすぐに、はい、結果が出だしたんですね。はい、本当によかったです。判定とかでも目に見えるようになってきましたし、はい、でそれによって、子供がやっぱ自信を持つようになったんです。自信を持てたことでモチベーションがもっと上がりましたし、はい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 、時間の過ごし方を上手に使えるようになっていったかなと思います。はい、メリハリつけて生活できていったかなと思いました。まあでも本当に結構チャレンジングな選択をいただいたと思ってまして、浪人段階でオンラインっていうのは家で一人でだとするとすごいメンタル的にもだったりとかっていうのがあると思うので、なおさらやっぱりね夏の模試で結果が出てっていうのが良かったんじゃないかなと思いますね。では最後ですね、入塾して一番良かったと思うところですね、まあ、ちょっと合格は置いといて家庭の中でですねちょっとぜひいただければなと思います。ついてくださった先生が、はい、やっぱり京大の、はい、現役生ということで、はい、勉強の方法なんかも、はい、あと浪人生の過ごし方なんかも、はい、年が近いので、うん、再現性があったというか、はい、参考になるところが多かったところが一番良かったなと思います。うんうんうん、ありがとうございます。若い先生で大丈夫なのみたいないうふうに、まあ、思われる方も多いと思うんですけど、やっぱり弊社は、まあ、私がまだ27歳っていうのもありまして、現役の京大生とかの学生の講師もいれば、まあ、社会人の講師もいるんですけど、社会人の講師といえども塾の先生ってなんか何十年のベテランのおじちゃんでみたいなっていうタイプではないんですね。多分そういう方々の方が教科指導の授業ってめっちゃうまいと思うんですよ。ただ管理するとかっていうのはそういうことではないと感じてまして、子供たちの気持ちに共感したりとか心から応援したりとか、やっぱりそういうところでフレッシュさだったりとか受験から年数が経ってないとかっていうところも影響してくるんじゃないかなと思いますね。あとまあ問題解決とか学習管理のスキルに関しては別途研修したり日々指導はしてるので、そこはご安心いただければなと思うんですけど、ちょっとまあこの新しいタイプのね学習塾に興味持たれた方はぜひお問い合わせお待ちしております。はい、ということでですね、今回は京都大学法学部にですね、見事合格いただいた、小倉様親子にお越しいただきました。でまた先ほどの最後にも申し上げましたが、まあ新しいタイプの学習塾となっておりますが、もうそろそろ来年度の受験考えられる方は、予備校学習塾を決める時期かなと思いますので、弊社であれば、まあ、3日以内には受験相談の面談設定可能ですので、ぜひ概要欄の方に載っております公式ホームページの方からですね、無料受験相談のご応募でしたりとか資料請求いただければと思います。夏になって滑り込んでやばいやばいってなる方も多いので、ぜひ春のうちのご受講をお勧めします。逆転合格の幅も広まりますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。